イキングお風呂上がりペン吉です。てかそろそろこのペン吉っていう名前捨てなきゃな。いろんな理由があって本日は悲しいお知らせ。今は亡き安倍晋三元首相による給付金10万円で買ったこちらのビーツスタジオワイヤレス3行きました。まあ当たり前なんだけど、ヘッドホンって頭につけるときにちょっとこうやるじゃない。これヘッドホンを使うときに避けられないルートだと思うんだけど、まあこれをね買ってから約3年間、毎日少なくとも5時間以上はこちらを使っていて、つけたり外したりつけたり外したりしてたわけで、とうとう寿命が来たと。こうグッてやったときにもうわかると思うんだけど、こっち壊れてないんだけど、ここのこの部分がもう接着がプチって取れちゃってて、必要以上にここガバって開いちゃうから、こうやってつけたときにこっちキュッてちゃんとこっちこう押さえつけてくれるんだけど、こっちがもうふにゃふにゃーんってなってて、なんかこっちだけ押さえが低いから簡単にずれちゃうわで、あーいや音全く問題ないからね、今セロテープで止めてんだけどね、実際ダメだね。一旦まあアロアルファでくっつけるか。ほえやったことねえよ、ヘッドホンに瞬間接着剤使うなんて。うりゃどつこい、これでこれでこう、もうあとは固定固定固定だな、固定しかないな。いくら接着剤とはいえ今まで通りに普通に使ってったらまた同じようにパキって取れると思うんだよな。A few moments later. 新しいチャンネルの撮影してて完全にこれ忘れてたわ。撮影じゃねえか、編集。まあまあまあ、トリマ大丈夫そうだな。時間の問題。